こうおかわり言っていいですか。おかわり言っていいですか。これはメイたち破滅。いや共鳴は運はあるにしてもなんだろうな、まあ、そもそもナースの遅延パークがないっていうのと、やっぱね遠隔遅延できるのがもう最悪なんだけど、これも強すぎ。遠隔遅延できるのが共鳴しかないからねナースは。いやでも持っていかなきゃいけない。せいせい。いやでも持っていかなきゃいけない。よっしゃ、ナイス。トヨさんこんばんは。なんかナース3パックきついよね、ぶっちゃけ。最近3パークめっちゃきついなって感じるわ。遅延パークがないからな、ナース。うん、今の上手くない？みんなうわそこ回ってたんか。今のうまくない？どう？見える。これえぐ。隠れば鬼えぐ。サンバーグじゃ足りない。じゃあね、もう一つあるのが破滅カラス共鳴だね。どっちかやってみて。破滅カラス共鳴。ただねミッドウィッチの破滅が弱い理由はね固定ポジがあるんだよな。トーテム壊されやすいっていうのがちょっと弱いんだけど。カラスは強いぞ。あ、強っ。あ、隠れ話強っ。あ、壊せんの？あ、じゃあ破滅なしだわ。えぐっ。壊す前から壊せるんだったらなしだね。じゃあなしだわ。
やべえ、いなくなっちゃった。まだ間に合う。いや、惜しい。今の当たってたらマジで。はい、これがキャラコンってやつやな。そんなルールひどい、ひどいね。こっつく前に1台壊せるルールやばいやな。でもミッドウィッチとはいえね、初動の索敵具だったらサバベースに持ってかれるからな、追跡者は欲しいかも。さあ、くる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 ってして、あかん、強い鬼、うわ鬼もハマりそう。クマさんこんばんは。お鬼も楽しいな。おい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 、マチャク。ねえそれずるくない？それちょっとずるくない？ちょっと血が足りない。オフレコか。OK。ねえぽんさんこんにちは。あ、僕的にはね、あ、バベチリが好きですけどね、ナースよく使ってるんだけど、僕結構バベチリナース好きだからな。隠れ場鬼やば。クソ強ないこれ。クソ強ないこれ。これはまあ普通に行くか。いやマジか、足速いわこれ。あれついてる。足速くなるやつついてる。あ、瞬速ついてる、瞬速。今の100ついてるよね、足速くなるやつ。名前忘れちゃったわ。適応能力か。
これやべえ、ハマりそう。ネオさんこんばんは。ハマりそうこれ。これチートか。これチートか。発電機蹴ってオーラ見て殴るだけ。簡単な作業です。ロックオン。離れたら終わりよな、鬼は。鬼は離れたら終わりよ。藤高さんこんばんは。これインチキやな。この鬼だったらある程度操作できる人だったら誰でも使えそうやな。どこやろう。レベッカを探せ。いたー。いや楽しかったこの鬼。隠れ場鬼がヤバすぎると話題に。高校時代の元カノ。あ、やっぱついてた。クリアさん足速くなるやつ。 GG ありがとう。ありがとう。